はい、どうもめちゃぬです。本日私はですね、こちらのですね、本日8月29日開業のホテルインディゴ東京渋谷さんの方にね、お邪魔させていただいております。もともとね、ドン・キホーテさんがあったところなんですけど、こちらのビルですね、サルタヒココーヒーさんをはじめですね、パン屋さんだったりとか、おしゃれなね、お店、あとドン・キホーテさんの系列になると思うんですけど、お店っていうね、お店などもね、ある、商業施設になってまして、こちらの商業施設の、上の階にですね、12階以上に、ホテルとしてね、入っているという形で、本日ね、開業となります IHG 国内4軒目のね、インディゴホテルという形になりますので、これからね、早速チェックイン手続きに向かっていきたいと思います。向かい側にはメガドンキさんがございます。面白いですね、こちらのね、先を抜けていく、そしてね、この奥にはですね、オフィス棟もね、あるみたいですね。で、ホテルのエントランスはこちらのね、先へ向かっていく感じですね。はい、この商業施設の中を抜けていただきますと、まあ、こちらにね、ホテルインディゴさんのエントランスが、あるといった感じです。レセプションは12階ですね。はい、はい、まあ、こんな感じでね、お花などもいっぱいね、並んでおりますね。はい、ということでね、早速チェックイン手続きで、ね、行っていきたいと思います。今ね、ゆずドリンクいただきました。これいただきながらチェックインしていきたいと思います。はあ、めっちゃうまい。はい、じゃあね、チェックイン手続きを終えて、これからね、お部屋の方にね、向かっていきたいと思います。本日はですね、27階のね、お部屋の方にアサインいただいています。ジムなんかはね、こちらの奥みたいですね。もう所々ね、本当にめちゃめちゃおしゃれな感じですね。では上がっていきたいと思います。ではお部屋の方、27階ですね。28階建てとなってますが、28階はね、オーナーさんが今ね、貸し切っているという状況で、一般のお客さんは28階にね、宿泊していただくことがなんとね、できないという状況みたいです。はい、こちらが27階です。すごい、今ね、2703ですね。あ、エレベーターホールも結構ね、広いですね。はい、はい、本日はね、こちらの2703号室となっております。じゃあね、入っていきたいと思います。はい、まあこんな感じですね。広い、これはね、多分広いタイプのお部屋なんじゃないかなと思います。どうだろう、もう一回り広いのがあるのかな。こんな感じのね、お部屋となっております。開けてみましょうかね。ああ、ビューはすごいですね。交差点側ではないんですね。はい、こんな感じの、28階建てのね、27階にアサインいただいております。いやー、素晴らしい景色です。こんな感じ。じゃあね、ちょっと詳細、見ていきたいと思います。はい、ではね、玄関の方から見ていきたいと思います。玄関ね、入ってすぐ右手、姿見の鏡がありまして、結構ね、和を基調としたデザインがあしらわれてて、ウッドとかはね、明るい暖かい感じのね、ウッドが利用されております。で、本日はエレベーターホールを出てですね、右手のこちらの角の1個手前ですね、おそらくこちらの2701と2723はちょっと広いタイプ、30平米タイプの3人までね、宿泊していただけるお部屋じゃないかなと思います。本日は2703号室となっております。はい、で入っていただいて、こういったね、スイッチ類があって、こんな感じですね。はい、まあここね、閉めていただくと、まあこんな感じ、結構ね、扉大きいですね。はい、こんな感じです。で、こちらに、収納スペースですね、枕があったりとか、ハンガー類、はい、ここにちょっとしたね、小物だったりとか、ルームキーちょっと置いとくとかいいんじゃないですか。アクセサリー類とかね、
こういった何だろうスペースをうまくね有効活用されているのは非常に素晴らしいですね。はい、でこちらに靴べらがあってスリッパワンちゃんマークがありますね。はい、でこちらの下の方には、セキュリティボックス、セキュリティボックスがこのようにねございます。結構広々しております。こっちも開くのかな。ここはね空ですね。はい、でこの下にはこれルームウェアですかね、おしゃれじゃない、はあ、めちゃめちゃおしゃれ。こういったワッフル素材のね生地を利用した結構ねゆったりとした素材、ワンピースタイプかな、ワンピースタイプだ。はい、ちょっと後でね見てみたいと思います。はい、でこちらにランドリーのね袋があったりとか、はい、パナソニック製のこちらはアイロンかなスチーマーかな、スチーマーっぽいですね。はい、でスリッパがねこんな感じ、ふわふわの多分縁がねネイビーになってる、インディゴって言ったらこんな感じのね、はい、スリッパじゃないかなと思います。はい、スリッパはねこういうタイプとなっております。ふわふわでね縁が、はい、ネイビーでね縁取られております。シンプルですけど非常にいい感じですね。このパジャマが非常にゆったりしてて良さそう、後で着てみたいと思います。はい、では水回りの方行きましょう。はい、こんな感じ、最近多いな、これいいですね。このバスローブ、多分これフードですよね。このフード付きのねゆったりとしたバスローブがいいですよ最近。はい、これもワッフル生地ですね。で洗面台もこんな感じで、あれこれ扉になってる、あ開くんだ、開きますね。こんな感じでね開けていただくことも、できます。はい、こんな感じの鏡で、この鏡はね回転はしなそうですね。はい、で拡大鏡がこのようにございます。で、ティッシュだったりとかタオル、グラスですね。はい、で、タオルとかこちらに体重計がございます。そしてこれがアメニティかな、はい、こんな感じのね入れ物に入っております。まあ、やっぱり歯ブラシとかねもう SDGs っていうことでねプラスチックを使わずにウッドとなってます。まあ、ちょっとね好みあるかもしれないですね。はい、櫛なんかもこんな感じでおしゃれ。はい、まあでも外国人はね喜びそう、なんか和のテイストでね非常にいい感じじゃないでしょうか。はい、でこちらがドライヤーです。サロニア製のねドライヤーとなっております。はい、この下は何だろう、あこれゴミ箱。はい、まあでも同じようなね感じの素材で、ここはね開かなそうですね、パイプスペースでしょう。で、こちらがお手洗いですね。はい、丸みを帯びた、お開くんだ、開くタイプ。はい、こんな感じの、ウォッシュレットとなっております。ここにもね、ゴミ箱かなトイレットペーパーかな、同じ感じのね、ウッドが使われておりますね。ゴミ箱、はい、まあこんな感じ、まあなんかね模様なんかも和を感じさせてシンプルですけど非常にいいですね。で今回のお部屋はですねバスタブがないねシャワールームのみの、お部屋となっております。まあ小さいお子様がいらっしゃらなければね、まあちょっとシャワー浴びる分には問題ないのかなと思います。はい、でこちらホテルインディゴといったらこのバイオロジーのね、はい、シャンプーコンディショナーボディウォッシュとなっております。で上にはねレインシャワーもねちゃんと備わっております。こんな感じですね。はい、で左に回していただくとシャワー、右手がレインシャワーとなっています。でこちらノズルもね何パターンかね変えていただくことができる、シャワーヘッドとなってます。まあ水圧はね申し分ないんじゃないかなと思います。このように何パターンかね変えていただくことができます。はい、これがシャワーですね。椅子なんかもございます。はい、閉めておきましょう。まあこんな感じでね曇りガラスになってますね。はい、ではお部屋入っていただいて、はい、ワイングラスとかね、これもおしゃれ。あ、危ない、怖怖怖怖い。あ、割れてなかった。めっちゃ怖い。これ皆さん気をつけましょう。え、めっちゃ怖、危な。怖。これはね、動かさないで、出した方がいいですね。怖かった。冷や汗が今出ました。怖い。はい。で、ネスプレッソマシンと、こちらコーヒーカップもめちゃめちゃおしゃれ。シルバー？ゴールド？
ね、何とも言えない神々しさ、そしてワンちゃんのマーク、はい、さっきのねもうグラスが倒れたやつでも完全に動揺してます、申し訳ございません。はい、でお水はね瓶でございます。これもねより好みあると思いますね。はい、いやーびっくりしたわ。で、こちらね冷蔵庫、お冷蔵庫入ってるんですね。はい、こんな感じでシャンパンだったりですね、はい、お水だったりコーラとか、まあ、結構ね置いてありますね。多分ねメニューとかはここに置いてないので、こちらのね多分テレビに載ってると思います。こちらですね、ハブ OS っていうねシステムを利用してるみたいでございます。こちらですね、僕大阪セントラルさんでもね利用されてるみたいな、ちょっと後ほどね見ていきたいなと思います。でこちらが、はい、ネスプレッソマシンのポーションが、3種類で、計4個ございますね。でワインオープナーだったりとか、はい、このようにございます。ここもねなんか丸太みたいで開くのかなと思いましたけど開くんですね。はい、で電気ケトルとかねございます。そして紅茶とか、はい、こんな感じでおやつなんかもねございます。これ結構ね気づかなそうですね。はい、あ無事にね開きました。で室内ですね、はい、こんな感じでございます。やっぱりねおしゃれ、はい、めちゃめちゃおしゃれで、こちらねゴミ箱があって、テレビですね、テレビはどうだろう50インチぐらいありそうですね。ソニー製のテレビとなってます。そしてソニーの、はい、こちらねワイヤレススピーカーシステムも入ってございます。はい、でこちらですね室内灯、常備灯があって、おしゃれ雑誌なんかもねございます。はい、で空気清浄機ですね、はい、つけておきましょう。でここにコンセント USB-A、USB-C があって、これ電気のねスイッチなんかもありますね。はい、そしてこのめちゃめちゃおしゃれな感じの、ソファーですね、はい、テーブルなんかも非常にねいい感じです。トップなんかも石でねできております。まあなんて言ってもこのビューがねすごい、夜景とかもね楽しみですね。はい、でここら辺の方もなんかねおしゃれなね感じのものが、これなんだろう、レコードね、なんかレコードのパッケージっぽい、これめっちゃおしゃれじゃないですか。へえ、やっぱり渋谷のね街っていう感じを表現してるんじゃないでしょうか。はい、フォーザミュージック、はい、めちゃめちゃいい感じですね。はい、でここら辺電話機もなんかおしゃれになってますね。はい、こんな感じです。でここら辺のね木もいい感じであしらわれていて、こちらのですねベッドパネルの、コントローラー USB-A が1箇所、 USB Type-C が1箇所、コンセントが1箇所という感じになっております。はい、で今回ねキングサイズのベッドとなっております。はい、間接照明なんかもめちゃめちゃおしゃれですね。ここね開くとまた雰囲気違いますね。ちょっとしたなんかね収納というか、レイ君だったらここにおもちゃ入れて忘れちゃいそうな感じですね。お子様連れの方は気をつけてくださいね。はい、でこんな間接照明があったり、ここにもね USB-A、USB Type-C とコンセントがあるという感じです。時計角度がおかしい見やすいんですかね。はい、でこんなね、ベッドリネンのねお願いなどもございます。まあ今時のねお部屋、多分お部屋としてはねこちらのタイプは25平米ですね。はい、どうですかね、まあそんなにまあめっちゃ広いっていう感じではね当然ありませんけど、まあ十分な広さあっておしゃれな感じでね渋谷を楽しんでいただくことができるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。はい、そしてねテレビをつけていただきますと、まあこんな感じで今 BGM はね切っております。こちらねバスルーム体験とか、はい、バスルームはありませんけどね、フィットネスジム、これもね後ほど見ていきたいなと思います。こちら24時間ね営業してます。そして Bluetooth スピーカーの利用の方法だったりとか、あとスチーマー、やっぱりアイロンじゃなくてスチーマーなんですね、使用方法。そして無料雑誌、新聞アプリの QR コードとか、滞在時のお問い合わせですね、ここもねほら QR コード読み取っていただいて、こちらからねフロントへの方にご要望をね出していただくことができると
いう感じですね。で、先ほどね人いらっしゃったんであれなんですけど、レセプションの方もね、こちらが男性、女性、ジェンダーレスをね表現してるみたいです。スーツだったりとかシャツなんかをねイメージしてるみたいなので、お越しいただいた際ぜひね見ていただければと思います。はい、今ねショールームの依頼をさせていただいて OK いただいたので、この後ね別のお部屋、ちょっとバスルームがあるお部屋見たいと思います。で、こちら Wi-Fi ですね。で、ミニバーのメニュー、はい、このようにね料金表がございます。シャンパン6000円とか、ソーダ水が、炭酸水が250円、緑茶とかも200円、コーラとかも200円で意外とリーズナブルな感じですね。はい、まあ、下ドンキが入ってますけどね。はい、そしてカフェレストランバーということで、こちらがね、8時から19時までスペシャリティコーヒーやシグネチャーフード、ワッフルプレートなどを利用していただくことができます。で、ギャラリー11というところは朝食会場でございます。6時半から10時半まで、ラストオーダーが10時半という感じですね。ランチもやってるんですね。11時半から14時半、アフタヌーンティーが14時半から16時、ディナーが18時から23時ですね。はい、で、ダイニング、こちらもね QR コードで読み取っていただく形になります。そして、バーがねこんな感じになってます。バーもいいですね。はい、あとはねこちらアプリ一覧などもございますので、まあ、ログインはできませんけど YouTube などもねこちら、テレビでね見ていただくことができるテレビとなっております。はい、それではね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度の方が出ました。インターネット速度、ダウンロード下りがですね 122Mbps、 アップロード上りが 101Mbps で、 Wi-Fi 速度がね 90Mbps となってますし、比較的ねサクサク早いんじゃないかなというふうに思いますので、これだったらね夜のねライブ配信につきましても安心じゃないかなというふうに思います。はい、ということで本日開業のこちら IHG グループのですね、ホテルインディゴ東京渋谷さんの方にチェックインさせていただきました。開業おめでとうございます。はい、非常にね、まあ、平日ということもあるんですけども、チェックインね落ち着いておりました。でね、やっぱりインディゴさん落ち着きますね。はい、まあ、今とりあえずチェックインを済んでですね、まあ、一段落といったところなので、ちょっとねゆっくりさせていただいて、これから館内散策、ジムであったりとかレストランだったりとかね、ちょっと覗いていきたいなというふうに思います。あとね商業施設もあるんで、どんな感じのね商業施設、お店が入っているのかもねちょっと見ていければなというふうに思います。ちょっとねゆっくりしていきたいなと思います。まあ、でもね開業日こんなにね落ち着いてると思ってなかったんで非常にいいですね。なんか落ち着く感じ、初めて来たにもかかわらず落ち着く感じですね。非常にいいです。もうどこもねやっぱりカジュアルでおしゃれで、なんか渋谷にやっぱりマッチしてるねホテルじゃないかなというふうに思います。ということでちょっとねゆっくりしていきたいと思います。はい、こちらプレミアムキング、はい、キングプレミアムですね。ああ、微妙にちょっと向きが違うけど、あ、ごめんなさい、ついんでしたね、ごめんなさい。はい、あ、全然プレミアム、はい、向きはお部屋一緒ですね。そうですね、私の、はい、こちらが25平米だ。はい、まあほぼ変わらないという感じですかね。そうですね、水回りもほぼ変わらないですね。ああ、でもちょっと作りが違うぐらいで、はい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 、微妙に違う感じですね。あ、これバスタブがあるタイプなんですね。はい、はい、ありがとうございます。バスタブが付いているのが25平米というイメージですか。はい、それ一個大きいのが30平米ですよね。はい、そうですね、3人まで大丈夫なやつですね。3人まで大丈夫なところです。はい、ありがとうございます。富士山がうまくいけば見れるお部屋ということですね。はい、あ、でも見えますね。あ、ちょっとズームができないですが、この先ね見ていただくことできます。ちなみにエレベーターホールからも見ていただくことできます。ありがとうございます。あ、角部屋、はいはい、コーナーのやつですね。そうなんですよ、また雰囲気が違いますね。そうですね。ああ、なるほど、まあ明るいですね。明るいけどちょっと暑そうですね。そうですね、西日ってことですよね。すごく暑いと思います。はい、素晴らしい。はい、ありがとうございます。じゃあこちらが、30平米の広いタイプのお部屋ということですね。はい、あ、やっぱりこのねソファーみたいなのがあって、またちょっと雰囲気違いますね。こちらの30平米の部屋全部こっち側の向きなんですか。あっち側の向きのも一部屋あるんですか。はい、あちら側の逆の向きも一部屋ご用意してます。なるほど、それの二部屋っていう感じですね。で、こちらは、こちらはバスルームですよね。はい、あ、こっちか、ちょっと
ヒントと似たような。はいはいはい、はい、でお風呂があるという感じですね。はい、ということですね。今こちらレセプションのね12階の方に、降りてきました。まずねジムの方見たいと思います。多分、ね、今まだいらっしゃらないと思うんで、ジムですね。はい、非常にねシンプル、はい、なんですがめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。なんだこれ、あんまりね機器詳しくないんでわかんないですけど、こんな感じでねございます。おしぼりなんかもねありますね。はい、まあ、こんな感じのねジムとなっております。はい、じゃあ、ね、ちょっとギャラリーの方にね11階にあるみたいなんで、エレベーターか、階段でね降りて見ていただくような感じになります。面白い、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。はい、まあ、こんな感じのねギャラリーとなってますね。はあ、めっちゃおしゃれです。こんな感じのね、こんにちは。はい、飛行機もね見ていただくことができますね。ここはキッチンとかなんかビュッフェ台なんでしょうかね。すごい面白い、いやめちゃめちゃねおしゃれな感じですね。こちらがねバーの方で、こちらね23時ぐらいまでやってたと思うんですよね。めちゃめちゃおしゃれな感じです。はい、だいぶね暗くなってきまして、動画編集してたらなんやかんやでねもう20時になってしまいました。で編集中にですね、ピンポンが鳴りまして、タンダウンがね入りましたね。タンダウンはね、多分ないんだろうなってずっと思ってましたけど、意外と、ありましてねびっくりしました。氷なんかもね持ってきていただいております。で女性用の、洗面化粧、スキンケアセットとかにつきましては別途有料ですね、1セット800円でね手配していただくことが可能ということでおっしゃっておりました。はい、夜景なんかもね非常に綺麗なんで、ちょっとね電気消してお見せしたいと思います。はい、夜景につきましてはねこんな感じでございます。新宿もね非常に綺麗に見ていただくことができますし、スカイツリーもね見ていただくことがねできるといった感じです。見えますでしょうか。はい、いやー街は本当にね非常に明るいですね。明るい、こんな感じでございます。はい、なんやかんやねしてたらもう9時半になってしまいましたけど、これからね、レストランの方に行って夕食軽くね食べてこようかなと思います。はい、こちらがですねテラス席の方ね高台になってますけど、スクランブル交差点ね見ていただくことができますね。はい、まあ、こんな感じで月もね非常に綺麗な感じでございます。はい、今ね席の方にご案内していただきました。ちょっとねメニュー見ていきたいなと思いますけれども、はい、今こんな感じでですね、さつまいもコロッケとかししとうブロッコリーの餃子とかね、結構ねやっぱりお酒のあてとか魚みたいな感じなので、まあこれだったらちょっと軽く一杯飲んでねお部屋の方に戻っていきたいなと思います。はい、ということですね、お食事いただいてですね、結局ポテトとですね山崎をね、ロックでいただいてきました。いい感じです。で、今お部屋の方に戻ってですね、これルームウェア。はい、こんな感じ。ワッフル素材ですね。で、こちらが、はい、なんだ、バスローブみたいなやつ。フードもついてて、なんかね、めっちゃいい感じですよ、これ。ね、良くないですか？はい。ということで、これからライブのね、準備をさせていただきたいなというふうに思います。ライブのアーカイブにつきましてはね、また上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらね、ご参照いただければなというふうに思います。まあ、ライブ終わったらね、ゆっくり休んで、明日の朝食に挑んでいきたいなというふうに思います。今のところね、なんだろうな、結構コンパクトで、意外と取れ高は、少ないのかなっていう感じはあったんですけど、程よいくらいでちょうど良かったですね。ゆっくりもできましたし、編集もできたし、あとね、やっぱり渋谷なんで、どこ行ってもね、何でもあるんで、
めちゃめちゃ便利です。で、出てね、トイメンが、ドンキホーテさんっていうこともあるんで、まあ本当にね、この中で食べなくても全然大丈夫。はい。むしろね、レストランの方はなんか食事っぽい食事が、まあパスタとか、まあどちらかというとあとはおつまみっぽい感じ、おしゃれフードみたいな感じだったんで、私は外でね、カムクラさんとか天下一品とかね、いっぱいあるんでね、そういったところで食べたいなっていう感じもしましたね。はい。まあでも、めちゃめちゃおすすめです。じゃあね、今日はゆっくりさせていただいて、明日の朝食ね、楽しみです。挑んでいきたいと思います。ということで、おやすみなさい。はい、おはようございます。いや、ぐっすりね、眠ることができました。ベッドのね、硬さも比較的硬めでね、個人的にはめちゃめちゃ好きなね、硬さでしたね。とりあえずね、コーヒーいただいて、これから準備を整えてですね、朝食食べに向かっていきたいなと思います。いや、今日もね、めちゃめちゃいい天気で良かったです。はい。ということで、朝食会場向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、こちらがね、メニューの方でございます。基本的にはね、こちらのブレックファーストテーブルっていうビュッフェスタイルのね、朝食プラスダイヤモンドエリートはですね、一品ね、好きなものをですね、こういったハニートーストとかチキンラーメンの中から、選んでいただくことがね、できるといったことです。で、あとね、飲み物も一品ね、頼めるということで、オリジナルブレンドからホットチョコレートまであるので、ホットチョコレートいただこうかなと思います。ここら辺ね、気になりますね。ハニートーストとかチキンラーメンとかもね、気になりますけどね、ちょっとね、選んでいきたいと思います。はい、お料理の方ね、こんな感じでね、持ってきました。結局ね、ハニートーストと、ホットチョコレートをね、お願いいたしました。はい、美味しそうですね。結構ね、こういったのが本当にね、おしゃれなんですよ。フルーツとかね、卵の形した、これ茶碗蒸しなんですよね。はい、いただいていきたいと思います。はい、ということで、ね、いただいていきたいと思います。結構ね、種類豊富で、まあ、開業日、平日ということもありますけど、非常にね、落ち着いてますね。うまい。ここら辺のね、チャームしたもめちゃめちゃおしゃれ。プリンプリンですね。うん。あ、めちゃめちゃ出汁の味がね、めっちゃ効いてて美味しい。はあ。うん。美味しいわ。非常にね、落ち着く、空間となってますので。これはね、気持ちいいですね。はい、このままね、じゃあちょっと食べ進めていきたいなと思います。とりあえずね、ハニートースト待ちたいと思います。あ、ごめん、ここで大丈夫。あ、そういう感じなんですね。はい、ありがとうございます。はい、ということでハニートーストね、来ました。すごいね、トリュフの香りがめっちゃしますね。これはまたちょっとね、甘いのをイメージしましたけど、不思議な感じです。はい、こちらがね、渋谷スクランブルハニートースト。すごいね、トリュフの香りがして、キノコとかなんですよね。蜂蜜もね、かかってるみたいです。すごいなんか不思議な感じです。これね、いただいていきたいと思います。はい、ホットチョコレートの方も来ましたけど、こんな感じでね、ラテアートならぬココアアート。はい、可愛いですね。それじゃあですね、渋谷スクランブルハニートーストをいただいていきたいと思います。これはどういうことなんだろう。甘いのとしょっぱいのがスクランブルしてるってことなのかな。なんかね、そんな感じです。いただきます。うん、めっちゃトリュフ美味しい。しかもなんかね、パンが、サイドに四角くなってて、中にね、すごいトロトロのね、スクランブルエッグが入ってる感じです。こういうことなんですね。面白い。これはね、非常に美味しい。はい、そしてね、ホットチョコレート。うん。
甘すぎずいい感じです。そしてねクロワッサン、うん、うまっ。非常にねいい雰囲気ですね。じゃあこのまま食べ進めてお部屋の方にね戻って総括していきたいと思います。はい、ということでごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。まあカレーとかはねなかったです。あのご飯とかはねあの取れたんですけど、基本的に今回はね全て洋食で、もうお腹いっぱいになってしまいました。めちゃめちゃ美味しかったです。で掃除でですねこちら、ホテルインディゴ東京渋谷さんね、開業しまして1泊目、させていただきましたけれども、まあ平日開業っていうことでね、まあ、落ち着いてたっていうことも当然あるんですけれども、まあ、非常にねあの落ち着く、いいホテルだなというふうに思いました。まあ、お部屋ねコンパクトですけど、私個人的には、めっちゃ好きなタイプなので、皆さんどこをね良しとするのかっていうところは、まあ、結構ねやっぱ好み分かれるところなんじゃないかなというふうに思いますけど、カジュアルでですね非常にね、デザインも非常に好みですし、落ち着いててね個人的にはいいなというふうに思えるホテルでございます。まあ、ただね昨日ライブとかでもお話しさせていただきましたけど、まあ都内に住んでて渋谷にね泊まる予定が、必要がない方でわざわざ泊まりに来るかっていうとなかなか難しいですけど、まあ、一つのねあの経験としてですね、試していただくっていうのはまあ十分ありじゃないかなというふうに思いますし、地方だったりとかから来られる方だと本当にね観光拠点としてはもうめちゃめちゃ便利、そして周辺には何でもありますんで、あの本当にね、いいなというふうに思います。まあ、正直ね私も渋谷で泊まったのって初めてかもしれない。だからその他ね近場に東急ホテルさんエクセルホテルさんとかあったりしますけど泊まったことがないので、あまりねあの比較ができないっていうところも正直あるので、まあ、今回につきましては私のあくまでねあの感性的な問題にはなりますけれども、個人的にはねあのすごくいいホテルだなというふうに思いましたし、まあやっぱりね知ってるスタッフさんもいらっしゃるので、まあそれもねあのバイアスかかってる部分もあるのかもしれないですけど、あの良かったです。はい、またねあの今度はレイ君だったりとかも連れて、訪れたいホテルだなというふうに思いました。まあ全体的にですねあのミニバーもそうですし、あのレストランのお料理とかもねあそうなんですけど、まあなんかね良心的な価格設定だなというふうに個人的にはね、思いました。でインルームダイニングなどもねこちら頼んでいただくことがねできるようになってますんで、まあ、お部屋でゆっくりね過ごすっていうこともできますんで結構ねいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあぜひあの百聞は一見にしかずということでね、試してみていただければと思いますし、まあレストラン利用だけでもねあの当然可能でございますので、まあ、そちらで雰囲気をね、味わっていただいてちょっと泊まってみようかなっていうのをねちょっと検討してみていただくのも一つかなというふうに思います。いやー良かったです。開業日ね落ち着いた開業日でございました。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった参考になった面白かったよという方はぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますんでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひねチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。